リッチフィールド道路沿いの長屋型住宅アッパー、ダービー軍区はアメリカ合衆国ペンシルベニア州東部のデラウェア軍のホームルール自治体、タウンシップである。フィラデルフィア市の西部に接している。町内の69番通りには1920年代に建設された歴史ある音楽会場のタワー劇場がある。2010年の国勢調査での人口は82,795人だった。 その構成は多様であり、人口密度の高い長屋が並ぶ通りに100以上の民族が住んでいる。人口では州内第6位の自治体である。町内の北西側には国勢調査指定地域であるドレクセルヒルの大半が入っている。アッパーダービーはフィラデルフィア中心部から2.8マイルにあり、フィラデルフィアの大量輸送機関である南東ペンシルベニア交通局の マーケットフランクフォード線では西側の終着点がアッパーダービーの主要事業地区の中心である69番通りにある。この69番通りターミナルから多くの市外電車やバス路線がフィラデルフィアの南東ペンシルベニア交通局の主要路線とをつないでいる。アッパーダービーの領域の65%は住宅地25%が商業地その他8%である。 1974年にホームルール検証が採択され、1976年に有効となったので、主張、行政委員会方式の政府を採用しており、この点は、ペンシルベニア州タウンシップ法の下にある自治体とは異なっている。1650年、後にアッパーダービーとなった地域には、数百年前から、レナペ族インディアンが住んでいたが、西部に住んでいた。 サスケハノック族との戦争に加え、天然痘やマシンなど、薬病の影響で著しく人口を減らした。ヨーロッパ人開拓者で最初の高級的な存在は1653年にニュースウェーデンから到着した集団だった。それから間もない1655年、ニュースウェーデンはオランダに占領され、さらに1664年10月、 イングランドによるニューアムステルダム全体の征服の一部として、イングランドの支配下に入った。この地域は、イングランド王の所有地として支配されていたが、1681年に、ウィリアム・ペンに与えられた大規模払い下げ地に含まれていた。翌年、ペンがペンシルベニア植民地を設立したとき、この地域は、チェスター郡、ダービー・タウンシップの町の一部として指定された。 1789年9月26日、チェスター軍の東部が分離して、デラウェア軍を形成した。1654年に建設されたと考えられている、ロワー,ースウェディッシュキャビンが、ダービークリークに沿ったクリーク道路にあり、この地域にマルタゴヤを導入した、初期スウェーデンの名残だと考えるものが多い。今日のスウェディッシュキャビンは、ペンシルベニア州の歴史標識に指定されている。 この小屋はアメリカ合衆国国家歴史登録財にも指定された。ダービータウンシップは当初、北は現在のアッパーダービーの境界線、東と南はコブスクリークとダービークリーク、西はリドリータウンシップとスプリングフィールドタウンシップまで広がっていた。1736年、タウンミーティングで住民の便利を図るためにタウンシップの上流側と、 下流側を分けることが決められた。これは、貧者を支援するための税金を節約するためとされた。これ以後、北にある上流側が、アッパーダービータウンシップと呼ばれるようになった。正確な境界が設定されたのはそのための請願書が、裁判所に提出された1787年になってからだった。下は、その請願書の郊外である。 ジョシュア・アッシュの相続人に属する土地の北西側にあるコブノグリークに始まり、前述土地の境界線に沿い、この線とコエノク・ボンソールとジョシュア・ボンソールの土地の境界線をダービークリークまで伸ばし、前述クリークは北西にジョン・アッシュの土地の境界線に進み、この線とサミュエル・アッシュとナサニエル・スミスの境界線をリドリー・タウンシップの境界線まで伸ばす。下流部は、 ダービーと呼んでもよく、その他をアッパーダービーとする。初期イングランド人開拓者にクエーカー教徒が多かったことを反映し、アッパーダービーは反奴隷制度運動が活発だった。少なくとも1830年以前に奴隷制度廃止のための組織が存在しており、1830年にフィラデルフィアで開催されたペンシルベニア反奴隷制度協会の集会には、 著名住民12人の委員を派遣した地域の多くの家屋が地下鉄道の駅となり、その一つである奴隷制度廃止運動家、トマス・ペノックの邸宅であるフットランドは、その後タウンシップの公共図書館のために移動され、現在は子供図書館となって本館を収めるより大きな現代的文館に接続されている。アッパーダービーとソーンフィールドで育った、 もう一人の著名奴隷制度廃止運動家、トマス・ガレットが32歳まで住んだ家は、ドレクセルヒルズ地区のガレット道路とメープルアベニューの角に今も残っている。南北戦争の時には、アッパーダービーからニコ連隊が立ち上げられ、そのうち第106連隊はアンティータムの戦いに参戦した。地域には、クリークや水流が豊富にあったので、工場の開発に適しており、デラウェア軍では、 初の工場が見られるのもアッパーダービーである。工場によってタウンシップの人口を大きく増加させ、1800年の人口800人町から1890年にはほぼ5000人になっていた。しかし、1885年から人口の増えた地区住民が州政府に別の自治体を建てる請願を行ったので、領域内から多くの地区を失っていった。 その中でも最初のものは、クリフトンハイツボロであり、ランスダウンボロ、アルダンボロ、ミルボーンボーロ、イーストランスダウンボロと続いた。1907年、フィラデルフィア高速輸送会社が、アッパーダービーの成長可能性を認識し、マーケットフランクフォード高架鉄道線を、フィラデルフィア市のスクーカル川の西から、アッパーダービーの69番通りとマーケット通りの角まで延伸した。 その終着駅である69番通り駅は、郊外に向かう市外電車やライトレール線が数本集まり、市内及び郊外向けバス路線も多く発着する繁華なターミナルとなった。通勤客が増えたことで、1920年代にジョン・マクラッチーが69番通りショッピング地区を開発し、アッパーダービーはフィラデルフィア市のセンターシティに次いで2番目に、 繁華なショッピング地区となった。事業地区には多くの商社なアールデコ城の建物が並ぶ。タウンシップ内の人口爆発が続き、1960年代までにアッパーダービーは州内で人口第7位の自治体になっていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は7.9平方マイルである。ピードモント大地の園にあって、 フィラデルフィア市よりも60フィートない市260フィート高い。町内をいくつか小さなクリークが流れている。イーストランスダウンボロはアッパーダービータウンシップの中に完全に囲まれる形になっている。またアッパーダービータウンシップの飛び地も存在している。タウンシップの中に国勢調査指定地域であるドレクセルヒルがあるほか地区としてはアロニミンク。 ビバリーヒルズ、バイウッド、ドレクセルパーク、ハイランドパーク、ラナーチヒルズ、ケリービル、カークリン、オークビュー、プリモス、シケイン、ストーンハースト、ウェストブルックパークがある。アッパーダービータウンシップは、アッパーダービー警察署、クローザー・キーストン救急医療、およびアッパーダービータウンシップ消防署が緊急時の対応をしている。消防署は、常勤職員とボランティアの組み合わせであり、 下記5箇所の駐屯所がある。第20分団ガレットフォードドレクセルヒル、消防車3台、はしご車1台、救急トラック1台がある。第26分団ハイランドパーク、消防車2台、はしご車1台、救急トラック1台がある。第36分団カーディントンストーンハースト、消防車1台、噴射機1台。 はしご車1台の捕獲宇宙活動部隊もある。第37分団アッパーダビー、B。消防車1台。噴射機1台。ユーティリティトラック1台がある。第74分団。プリモスシュケインウェストブルックパーク。消防車2台。はしご車1台がある。第26、36、37、74分団は、月曜日の午前7時から、土曜日の午前7時まで。 常勤職員が駐屯している。ウィークデーはこれをボランティア職員が補い、さらに週末はボランティアのみとなる。1970年代初期、ハイランドパーク小学校の児童たちが、ペンシルベニアホタルを州の公式昆虫として宣言する運動を始めた。州議会議員の助言と支援を受けて、手紙書き、請願書の回覧、バンパーに貼るステッカーの配布などの運動を始めた。 1974年4月10日、州知事ミルトン J ・シャップが、ペンシルベニアホタルを州の公式昆虫にしている法案に署名した。その数年後、ハイランドパーク小学校にはその功績を検証する、制度制名板が授与された。朝鮮後の看板の上がる店、アッパーダービーは、チルトナムや西フィラデルフィアと共に、韓国出身者が多い2010年。 国勢調査時点での人種別人口構成は、ヒヒスパニック白人56.6%、黒人27.5%、インディアン0.2%、アジア系11.1%、根結2.7%、ヒスパニック系4.5%となっていた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アッパーダービーは、チェルトナムタウンシップや、 西フィラデルフィアとともに韓国出身者が多い。当初のコリアンタウンはフィラデルフィア市のウルニー地区にあり、その後ローガン地区に移った。アッパーダービータウンシップの公共教育はアッパーダービー教育学区が管轄している。全体で公立学校12校と幼稚園センターで1万2000近い児童生徒を受け入れている。高校はアッパーダービー高校の1校。 中学校はビバリーヒルズとドレクセルヒルの2校である。アッパーダービー高校は生徒数4000人とペンシルベニア州最大の高校である。公立の教育学区に加えて教区学校と私立学校が数校ある。モンシニョール・ボナー高校とアークビショップ・プレンダガスと高校はどちらもカトリックであり、アッパーダービーの中では最大の私立学校である。 どちらも9年生から12年生を教えており、合わせて5500人の生徒がいる。この2校に加えて、タウンシップ内に教区の小中学校9校があり、その中には、視覚障害のある子供のためのセントルーシーデースクールもある。児童生徒数の総計は2867人である。タウンシップ内のホリーチャイルドアカデミーを除き、ほとんど全ての私立学校は、 フィラデルフィア大教区が管理している。ホリー・チャイルド・アカデミーは、ソサイエティ・オブ・ホリー・チャイルド・ジーザスが運営するカトリックの学校である。アッパーダービーと周辺地域では、アッパーダービー成人夜間学校も利用できる。この学校では、専門的な開発教室や、一般的な教育学級もある。独立系非営利の団体であり、アッパーダービー教育学区とは別の組織である。 デラウェア郡、コミュニティカレッジがアッパーダービーのバークレーショッピングセンターで一つのセンターを運営している。ありがとうございます。